aquí. ¡Té! 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 ¡Con té! ¡Qué me ronco! ¡Con los chavos se va a poder que si no! ¡Toque! ¡Toque! ¡Aquí! ¡Tomaste la iba a no go! T 岡田選手、 T 岡田こと岡田隆弘選手、19年間の現役生活本当にお疲れ様でした。今朝、これ報道がありまして、オリックスの T 岡田選手が今季限りで現役引退をするという発表がありました。 T 岡田選手はね、もうこのずっとオリックスを長年暗黒時代から支え続けてきました。2010年ね、頭角を現して、22歳という若さで史上最年少ですね、ホームラン王に輝きました。そこからオリックスをね、中軸として支えて、2014年のね、オリックスの2位にも貢献。クライマックスシリーズでは逆転のスリーランホームランを打ってね、ファンを沸かせました。あれ、昨日の T 岡田のホームランってね、言われてますね。まあ、あれからね、ずっと昨日の T のホームランって、ね、昨日から全然進んでなかったんですけども。まあ、そこからね、2019年、出場機会を減らして、まあ、そこでまず1個ね、T 岡田選手が来年オリックスにいるんかみたいな話をされてました。FA 権も取得しててね、もうこれ移籍するんちゃうかと、T 岡田。しかしね、最終戦、ホーム最終戦で T 岡田選手が出てきて、あの大声援、全身全霊の岡田コール、これを聞いて T 岡田選手は残留を決めました。そして2020年以降また復活。2021年には、オリックスの優勝に貢献。優勝かかった天王山ロッテ戦では9回逆転のスリーランホームランを打って、ついに2014年の昨日の T 岡田のホームラン、そこから時が進みました。はい、昨日があれになりました。はい、昨日が7年進みました。しかし2022年以降また T 岡田選手は出場機会を減らして、それ以降はこの2024年に至るまで、まあ、正直目立った活躍はできず、3年間結果を残せませんでした。そして今日引退。まあ正直覚悟はしていたんですけどね、覚悟はしていたんですけど、やっぱりいざそういう日が来てしまうってなると、ついにこの日が来てしまったかなと。はい、やっぱり来るものがありますね、 T の引退は。もう散々言ってきましたよ、 T 岡選手に。あの、叱咤激励してきましたよ、 T 岡選手に。特にここ数年は。やっぱりね、どうしても結果が出てこないっていう中で、うん、やっぱりでも T にチームを背負っていってほしいと。オリックスは T 岡田のチームだとね、ずっと言ってきて。それでもなかなかね、2軍ですら結果が出ないっていう状況。今シーズンに至っては2軍で1割2分3厘。去年まではね、期待も濃いんですが、今年に関してはちょっともう、もしかして、今年こうなってしまうのかなという予感もしてね、すごいブルーな気持ちになってたんですけども。でもやっぱり、T 岡田選手が、はっきり言うわ。オリックスで一番好きでしたよ。まあ、最近はね、一軍の試合に出てないから、あんまりそういう T 選手の愛を示す場面もなかったけど、でもやっぱりオリックスは T なんですよ。だって、俺がそのオリックスファンになりたての頃から T 岡田選手いたからね。2010年のホームラン王を取った時、期待の若手が出てきたっつってね、当時中学生の俺は大はしゃぎしてたよ。当時まだ阪神ファンと兼任やったけど。でも T 岡田の出現で、これさらにちょっとオリックスおもろいなってなったもんね。T 岡田がの応援歌がまでぶつける熱意やった頃。そこから幾度となくね、チームを救ってくれて、京セラドームの上段にね、放物線を描いて。まあ、そういう、なんだろうな、スター性、これに関してはね、オリックスの選手になかなか誰も持ち得ないものを持ってたと思うんですよね。徐々に若手が育ってきてね、吉田正尚選手とかね、出てきても、それでもやっぱ T 岡田選手のスター性っていうのは衰えることはなかったし、
球場に T 岡田選手が代打でコールされた時の声援ってのは、もう間違いなく京セラドームで一番ですね、あれは。あれを超える声援はないっすね。だから僕もね、もちろん T 岡田選手のこと愛してるんですけど、でもそれ以上にやっぱり、このオリックスファン全体からの、この愛されっぷりっていうのは、この T 岡田選手のこのオリックスでやってきたことっていうのを示してると思うんですよね。覚悟はしていたんですけど、やっぱり、ちょっと、来るものがありますね、これはね。ついにかと。一つの時代が終わってしまったかのような、そんな感じです。はい。オリックスといえば T 岡田みたいな時代もありましたから。でも本当にお疲れ様でした。やっぱりね、僕らの期待を背負ってる分、プレッシャーもあったやろうし、で、T 岡田選手って多分、そこまでね、あの、メンタルが強いかって言われたら、結構優しいタイプなんで、そっち側やと思うんですよ。っていうところで、なかなかね、しんどいところもあったでしょうし、うん、チームの顔としてやっていくのもね、うん、ってところでね、それでもこうやって19年間頑張り続けてね、それなりに結果も残してきたっていうのは、それは本当に彼のね、凄さやと思うし、その分真面目ですからね、T 岡田選手はね、ひたむきに練習してきて、これだけの成績を残してきたんだと。本当に19年間ね、このプレッシャーの中、僕たちをね、感動させてくれたなと。それに関しては本当に感謝したいですね。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。まあ、T 岡田選手の引退試合がいつになるかって話ですけども、まあ、おそらく僕は9月の24じゃないかなと思ってるんですけど、ホーム最終戦ね。まあ、おそらくそこの引退試合では、今年一番の大声援が京セラドームに飛ぶでしょうね。T 岡田選手のチャンステーマ。それに関してはね、僕も悔いのないように、全身全霊で、またあの日のように全力絶叫していきたいと思います。もう最後ですから。もうあのチャンステーマを歌えるのはもう最後なんですよ。もう来年以降歌えないんですよ。今年やらんでどうすると。最後ね、T 岡田選手が引退試合より前、どっかで一軍にいつ上がってくるか分かんないですけども、T 岡田選手が出てきたら、もう最後、ありがとうの気持ちを込めて声援を送りましょう。T 岡田選手本当にお疲れ様でした。